皆さんこんばんは。こんばんは。みんなの街の投稿事件簿でございます。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。健吾は、はい、こう日々生きてて、はい、このみんなの街の投稿事件簿に遅れるような事件ってあったりするんですか？いや、そんなにないですけど、この間、まあ、あのループに、はいはいはい、ループに乗ってて、はい、自動車にいじめられましたね。もうね、どっちの肩を持つわけにもね、ちょっとね、難しい話があるんですけど。いや、僕ほどループ綺麗に乗ってるやついないっすよ。いやいやいや、知ってます、ね、あれ、ウインカー出せんの。いや、そう、出してないよね、みたいな。誰も使ってないですけど。いや、そうなのよ。ループね、はい、別にちゃんと乗っててくれんのやったら、はい、そんな別に、このわーわー言わないんですよ。はい、全然さ、多分車の免許、はい、あれって必要なの？いや、もう不必要です。ゲンチャリはいらないです。でしょ、はい、だから交通ルール知ってへんのよ。いや、そうなんですよね。ループガンガン逆走してくるから。いや、マジで、いや、俺も引きますもん。いや、マジで車道とか、普通にデパートの前の広いところがビューって斜めに走ってきて、え、いえいえ、ダメ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 って。あれは二段階右折なの？あ、二段階です。あ、でしょうね、はい、そりゃそうやろね。もう普通に車と同じようにおったからね、交差点真ん中の。あかんてと。いや、あれはちょっと本当に原付、一応原付なんですよ、うんうんうん、あれって、うん、だからもう原付と一緒のような、動きをしなあかんわけやね、はい、あともう11月からさ、はい、チャリも厳しくなったからね、はい、だからもうイヤホンしながらチャリ越えてたらもう罰金ですから。ダメですよ。ね、はい、僕、はい、ダメですからね、はい、僕はしません、はいはい、もうね、で自転車で、はい、これ本当に難しいと思うんですけど、はい、今までやったら大丈夫だけど11月から規制になってるから、はい、そのちょっと前からそのポイントポイントでそういうなんていうんですか、その注意からのこのなんかあれか、あるいは罰金の、はい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 、あれを切ってたらしくて、はい、で知り合い の, 整体の先生が、はい、全然そのルールが変わるっていうのを知らずに、はいはい、車道から歩道に行かずに、はい、その車道でこうチャリ走ってたら信号は、はい、車道の信号じゃないですか、はいはい、そうですね。で知らずにその歩道に上がらずにそのままこの歩道の方のやつでちょっと前に出て行こうとしちゃったんですよ、はい、そしたらもう一発アウトで、はい、もちろんなんですけどね、はい、でもうね、罰金でわざわざ金賞のそこのあっこまで、あっこまで、はい、その支払いに来なダメだったみたいなのがあったんで、だから本当にね、ちょっとルール変わったんで一回ね、皆さん見直した方がいいと思います。本当そうです。だって自転車は自転車、うん、マジで分かんないのが、昭和通りとかは通ってる人分かると思うんですけど、うんうん、ここの信号までは歩道、はい、ここの信号から先は車道を走らせ、はいはいはい、走らなきゃいけないっていうのが、はいはいはい、もうちょっと切り替えがあるんで分からへんよね、はい、うん、難しい。だから自転車の方が難しになってるから、はい、で、この保険のに関してもさ、はい、ちょっとニュース見ててんけど、10歳の子が自転車で交差点で車がこの青信号やったから前に出てんけど、自転車が信号無視やったの、10歳の子が、はい、気づいてなくて、はい、でドーンってぶつかってんけど、はい、10-0 でチャリの方が悪いからね、もう今。あ、そういう風になったんですね。だからもうこれに関しては裁判で、はい、そういう、ね、裁判でそういう結果が出たんだけど、はい、車はもう完全に青信号で、なおかつ徐行してんのよ、ゆっくりと侵入者が来る可能性があるから、はい、でそれもドラレコでちゃんと取ってあるから、で横からズンやから、もう完全に自転車が悪いってなったんやって。あ、でもそれはいいことですね、うん、はい、車側からすると、はい、でもだから本当に交通ルールってそういう風に変わったりもするんでね、気をつけた方がいいっすよね。いや、マジで普通にやっぱ逆走してくるやつ、うん、おるおる、自転車もおるよ、はい、自転車危ないっすよあれ、逆走、俺が悪いのってちょっと思っちゃいますもん、うん、普通に走ってて、ね、あと本当に我が物顔で車道走るジジイのチャリもね、これちょっと危ないです。いやもう本当に、 本当に、ね、気をつけましょう。いや本当に、ね、何かがあってから遅いんで、ね、はい、
気をつけたいと思います、はい、では事件なんですけども、よろしくお願いします、サガン奥さんからいただきました、うん、2022年の9月頃、はい、自分の車を車検に出してて、はい、代車として軽自動車当てがわれてたんですね、はい、で仕事帰りの深夜1時です、はい、佐賀県の国道34号線沿いの、うん、ディスカウントストア、はい、があるらしいんですけども、はい、その付近から、だいたい7キロぐらい、はい、10キロ未満ですけども、ずっと煽り運転されたと、相手はベンツですね、片落ちの中古 C200 から C240 なので僕じゃないですね僕じゃないですってね、その大が言わせようとしてで、はい、煽り内容は、はい、法定速度50の車道、うん、まあでも法定速度が50だった場合、はい、僕これ警察の人に聞いたんですけど、はい、多少その流れによってちょっとだけ出るのは別にね、はい、いいじゃないですか。だからそれぐらいでちゃんとその法定速度ぐらいで走ってたんですよ、はい、で、なのにもかかわらずですね、うん、ハイビームでねこう追いかけてきて、でめちゃくちゃこう車間詰めてきて、はい、でもうちょっと離れたと思ったらこうやって蛇行しながらうわパッシングでバーやってきて、で、追い抜き禁止の道だったんで、はい、その片側2車線の広さに変わったらもうね、はい、左に避けて、はい、はいはいどうぞって譲ったのにもかかわらず、はい、途中の信号が赤で、うん、でこう隣にね車線が空いてても自分の後ろにベタ付きしてるんですよ、はい、ずっとハイビームで、はい、でうわこいつ何なんだよと、ね、で国道から片側一車線の県道の方に曲がってですね、うんはい、道が広くなったにもかかわらず、うん、ずっとついてくるんですよね、はい、でもう切れちゃってですねこの方も、はい、県道といっても両脇田んぼがずっと続く道で、うん、左右に逃げられない位置、はいで急停車降りていって相手車両の右側へ、うんおい開けろ煽ってきた理由は何やと言いながらドアガラスをノックしながら中を覗いたら、はい泣きそうな顔で、はい両手を顔の前でプルプルさせている女性、うん、と思って、うんこっちにハンドルがなかったんですね。ああなるほど。あいや外車左ハンドルってなった瞬間に、うん、相手の車が急加速でバックしまして、はい驚愕の表情を浮かべている女性と、うんサイドミラーが自分にぶつかってですね、うん、うわ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 ってなって、うんで、もうねその急にバックされたから、うん、これさ仕事帰りやったんで安全靴履いてよかったです。ベンツに踏まれたんです足、でうわーってなってで、何のつもりやと、うん、人のこと煽って強いてで軽自動車でこう煽ってきて、うん、なんやこらみたいなことで問い詰めたんですよ、うん、そしたらまた急加速でバックするんですよね、うん、で、逃げてったんですよ。ただ、うん、相手はそのまま両サイドミラーが破損して、うん、ブラブラとなったままバックして逃げて、うん、外車にですね、うん、女連れで、はい、ね調子に乗ってたやつなんですよ。はははで急に軽自動車やと思って、はい、こう調子に乗ってたけど、はい、軽自動車からこんないかついねやつが降りてきて、うん、おいぐらーって言ってくると思ってへんかったから怖かったんだろうな隣の女性はと。で、ちなみに私はですねノブさんの髪型をしたひげのない築地の剣豪みたいな顔をしていますという感じなので、うん、多分いかついでしょいやもうそれに関してはまあ僕らもノーコメントとしてノーコメントですけどサガン奥さんは、はい髪型が僕で顔というかまあひげを含めて剣豪だそうですねいやまあいやでもその煽りやってくるぐらいだったらもう何なんでしょうね本当に弱い者いじめのつもりで行ったんですかねそういうのって、うん、多分軽自動車やからでしょ、うん、あのね分かってないですね軽の方がいかつやつ乗ってるからそれなんですよ本当にね僕は本当にこの配信ねこの、はい、ね、もういろんなところまで届いてしまうので、はい、言わないですけども、はい、僕は大体調子に乗ってる車、はい、車種分かりますんで僕はもうね毎日毎日運転しているので本当に調子にお乗りになられる車種僕は把握しておりますのでいやですね、車で調子乗ってくるやついやそうなんですよ
本当にね、はい、調子乗ってくるやつとか、はい、信号待ちの時とかにこうね運転席に覗いたら、はい、本当にフレみたいなやつですよみんなフレンドリーみたいなやつこうねもう入れられへんけどフレンドリーみたいなやつなんですよわかる？はい、わかるなんかストレスあんのか知らんけど、はいはい、まあでもそこでしかなんかはいなんか人の上位に立てないのか、ねうん、腹立つな、ね、腹立つでしょ、はい、ずっと見てやりますよそんなやつてめえフレっつって皆さんもね、はい、安全運転しましょう、はい、本当そうです心に余裕を持って運転してください、はい、もうねもうそんな急いでぐーって一般車道で調子乗ったとって信号で捕まるんだから結局変わんねえんだからそうですよねそうマジであれ意味ないからねちゃんと決められた速度で走ってる方が燃費もねいいからということで続きましてクリオニャンコさんからいただきました10年前なんですけども某家電量販店で働いていた時店長既婚者の方と男性社員独身の A さんで男性社員独身の B さんそして女性パート CDE これ女性パートのこの3人は3人とも既婚者ですねで契約社員の私既婚者です含めて7人で働いてた小さな家電量販店ある日パートの女性 C さんからですね、はい、トイレ行かない方がいいよって言われるんですね、うん、で理由尋ねると私がトイレに行った時にドアの下に黒いものがついてるの見つけてなんだろうと思ったらそれさカメラだったのよ行くなら近くのスーパーでトイレ借りてきた方がいいよってね教えてくれたんですねちなみに店のトイレ、店が狭いので店内からバックヤードに入ると左に倉庫兼休憩室になっており右にトイレがありますそのトイレは男女兼用のトイレでお客様にも貸し出ししているトイレなんですねでドアは2つあってドアを開けて手洗い場その左にドア開けるとそこに和式トイレカメラが仕掛けられていたのは和式トイレの前のドアの下に仕掛けられていたまずはパートさんたちは男性社員 A に相談男性社員 A は店長に報告、うん、で店長はその時休みだったので次の日店長へ報告されました、はい、ですが店長は警察に被害届出さずにですね、うん、で本店の方にも報告しなかったんですねで不審に思うじゃないですか、はい、だからパートさんたち3人が私に相談してきた私は主人に相談しまして、うん、ファミレスにパートの CDE、それぞれね呼びまして主人も交えて恥の話し合いしたんです、はい、で主人は私が働いたこの店にかつて私の上司で働いたこともあって店長代行もやってた実績があるので、はい、カメラを仕掛けられていたら普通は警察に連絡するよと、うん、おかしいっつって、うん、でみんなでそうだよねとこう言い合う中、うん、実はもう一つ気持ち悪いことが起きていることが判明、うん、店には個人のロッカーがあるんだけども、うん、なぜかパートの D さんの個人ロッカーに白いマスクが1枚だけ置かれていたことがあって、うん、それが毎日毎日置かれている気持ち悪い、うん、それも判明したのでその時に私はふと男性社員 B が挙動不審な行動をしていたことがあったなと思い出したんですね、うん盗撮カメラを仕掛けられた日に私は一度トイレへ行ったんですがその時は何も仕掛けられていなかったその後男性社員 B が挙動不審な様子でトイレから出ていく姿を見ていたんです、うん、その後はお客様は誰もトイレに入っていなくてパートの C さんがトイレに行ったとカメラが仕掛けられていたと声をかけられたので、うん、男性社員 B が怪しいなと、うん、で話し合いの結果最低でも警察に連絡してもらわないと安心して働けない、はい、犯人が誰なのかわからないと店のトイレは使えないと、はい、店長に直訴、はい、みんなでしようって、ねうん、なったんですで次の日直訴しまして店長はまあ警察に連絡しますよで警察が来ますでカメラは男性社員 A が大事な証拠だからと保管してくれていたので、はい、そのカメラを警察に渡してで警察は現場検証を行って、帰っていきましたその後警察がそのカメラ調べてくれて、うん無線で録画されるものではなくてマイクロ SD を入れて録画するタイプだとで仕掛けた本人がこれ SD で撮るんで、はい映ってる可能性があるんじゃないかとで店員全員指紋を取られてですね、はい、で次の日カメラを仕掛けた犯人自ら白状してきました皆さんご名答です
これ B ですね。あーなるほど。で警察に連絡した後、男性社員 B は自分がカメラを仕掛けたところがカメラに映ってるから警察にバレると思い店長に自白、うん、そして店長から B が示談にしてほしいと言ってきていると。でこの B のですね父親も来て話し合いになったんですね、うん、で話し合いで分かったことは B がですねトイレにカメラを仕掛けたのはネットで女性トイレの盗撮の動画を見て性的興奮を覚えて仕事のストレスのはけ口としてね盗撮してたと。でパートの D さんのロッカー室にマスクを置いたのは、うん、D さんがとても好みのタイプで、うん、でマスクを仕掛けてですね、はい、彼女の匂いを嗅ぎたいというちょっと意味不明な、何ですかねこれね。話し合いの結果まあまあまあ示談になって、はい、パートさんたちはもうこのことを早く忘れたかったと。で盗撮には女性は誰も映っていなかったと、はい、で B の父親が本当にかわいそうに思うほどに頭を下げてきて、でもう二度とこういうことはしないということ で店長もね大ごとにはしたくないじゃないですか、はい、なので女性陣で賠償金、これもらうことになりましたと、うん、で本当はもっと細かいことがいろいろあったんですがちょっと端折ります、うん、ちなみに店長が最初警察に連絡しなかったのは、うん、なんとなくこの男性社員 B これ、ね、怪しんでいたと、うん、でまあまあ、 怪しんではいたものの、うん、警察に連絡すると大ごとになってしまうので、うん、ちょっとね後手後手になってしまっていたとのことでした。だからこうね一刻も早く動かないと店長最低ですし男性社員 B は本当に最低でバカなやつだなと思った事件です、うん、ということなんですけども、いやいやもうね同じ職場 で、はい、で同僚にね、はい、そういうことするのまあもちろんね他でもやったらいけないんですけども、はい、こういうこと自体ねもう信じられないじゃないですか。そうですね、意味分からへんもんね。まあまあ僕の高校で前ちょっと言ったかもしれないですけど、うん、出入り口にバッグが仕掛けられてて、はい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 、まあ普通のバッグ普通の教科書とか入れるバッグとサブバッグと呼ばれる、うん、体操服とか入れるバッグがあったんです、はい、それが無造作に置いておいて、はい、でそれをこうまたがないと教室に入れないようになってて、で怪しいなっつって開けたらビデオカメラが入ってて、そのクラスの男子が仕掛けてたっていうのは問題になったことがあって、あそうなんや。いやでもそれもちょっとその後のことを考えると、ね、うん、そうなんですよ。もう一時のねその性的欲望を満たすために全ての人生棒に振ることになるじゃないですか、はい、もう意味わかんないですけどね。いやでも、まあ、その子があんまりにそのなんか冗談で済むような子じゃなくて、なんかイエーイってなんか冗談半分で仕掛けたようなパリピが仕掛けたようなやつじゃなくて、全然喋らない子が、全くそのクラスの陰キャみたいな子がかけてて、それがすごいやっぱ衝撃だったなっていうのはあって、まあね本当に犯罪はやめてください皆さんね、はい、本当にね。続きまして、はい、牛三昧からいただきました。牛三昧ですか、はい、2つ話聞いてください、はい、1つ目は両親から聞いた話なんですけども、はい、生まれつき、持病があったので0歳の頃から通院そして入院を繰り返す日々、うん、そして僕は2歳の時、かかりつけの病院の主治医から連絡がありました、はい、丸月丸日に外来予約してもらっていたと思うんですが、早めに検査をした方がいいと判断したので1週間早く来てくださいと。でもう何事だと両親も都合をつけて、返事をしました。で無事検査もしてもらって、でその1週間後の当初予約していた丸月丸日当日なんですけども、うん、阪神淡路大震災、僕の実家はど田舎で、交通のインフラの整備進んでいなくて、このかかりつけの病院、まで約2時間から3時間かかるんですね。で両親も時間に余裕を持って行動する性格だったので、病院に行く際はいつも早朝だったんです。もし主治医が外来の予約日を変更していなかったら、もうその途中道中で地震起きてどうなっていたかと。なるほど。もう一つはですね、はい、小学校6年生の頃なんですけども、はい、実家に、自家用車2台あったんですけども、1台車検に出していて、うん、
で、もう1台の方でこういうね移動してたんですけど、そんな中かかりつけの病院の診察予約をしていて、母親はそのもう1台の方の車で病院に行く予定だったんですけども、その前日に突然父親が明日1日用事で車を使いたいから申し訳ないが病院は電車で行ってくれと、はい、で、お母さんはですね、用事で使うんだったら仕方がないなと、電車のダイヤを確認して乗る時間もこれにしようと決めたんですよね。しかしその日の夜病院から電話がありまして、誠に申し訳ないのですが明日午前中先生が緊急手術が入ってしまいまして、午後からに変更してもらえないですかと、でお母さんはですね、次に本来乗るはずの電車変更することにしたんですね。で次の日午前中はゆっくりじゃないですか、予定が変更になったんで、テレビ見てましたよ。そしたらその乗るはずの予定の電車、福知山線なんです。ニュースの内容驚いたんですが、もうお母さんそれ以上、おいやまたかいって、九死に一生パターンやないかいっつって、すごい、後日改めて車で行ったんですけども、改めて震災や脱線事故に遭われて亡くなられた方々多数いらっしゃいますので、ご冥福は祈らせていただきますと、お祈りいたしますと、でご遺族には心からお悔やみ申し上げます、が私はこういった2度のパターン、医者からの、病院からの時間変更の連絡のおかげで2回助かってるんですという奇跡のお話ですね。あ、すごいですね。あんまり病院からその時間ずらせっていう、ないよね、あんまり聞かないパターンだし、それが2回とも何かに作用してるってすごいですね。これはすごいですね。いや、いやもうでも本当にちょっとのズレでやっぱ人の生死ってどうにか変わるよね、変わっちゃうっていう、すごいお話、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。続きまして、ねんねんメモマさんからいただきました、ありがとうございます。25年前なんですけども、歩道を歩いていると向かいから65歳ぐらいのおじさんが、顔をポリ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 しながら歩いてくるんですよね、で、こいつぶつかるなこのままやと思って避けたんですね、まあ右に避けたんですけど、そのおっさんも右に来るんですよ、と思いながら左に避けたら、そのおっさんも左に来るんですよ、いやマンマークかいと思って、でそんなことを何度か繰り返してて、で結局すれ違う瞬間に、顔を描いていた方のこの肘でですね、私の胸をツンってしてきたんです。え描きながらすれ違いざまにツンってしてあまりのせこいやり方に怒りを通り越して、失笑しましたということなんですけど、何なんですかねこの、まあ、今失笑で済んで今良かったですけど、右左はたまにあるけど、はい、で僕避けないですまあもう突き進んで避けてくださいのさ、だから速あの歩みを遅くしますね逆に。ああなるほどね、そっちの方がぶつからない。確かに、でもこのおっさんせこいですねやり方が。いやこういう人はあの親戚とかちゃんといるんでしょうか。顔出してないでしょ、顔出してないでしょ、かもしくは平気な顔して日常生活を送ってるんじゃないですか。だって悪いと思ってないからね。いやそこまでして触りたいっすかね。まあ65歳なんですね、元気ですね本当に、もっとね、はい、そのそっちの労力を違う方に向けてください。そうですね、はい、エロはね、はい、活力だと思うので、はい、犯罪にならないように、はい、違う方向にねそのパワー労力を向けていただきたいですね、はいはい、もうあのパソコン必死で習えば、あそうね、あのすごいパソコンできるようになるし、楽しいサイトがいっぱい見つかると思う。楽しいサイトがいっぱい見つかるって言っちゃった、はい、だってなんかインターネットもなんか普及したのはなんかやっぱそのエロがそのやっぱ一つの活力になってたっていう、みんなエロサイト見たいからインターネット普及したっていうような話もあるぐらいなんで、いやだからね、本当にもう犯罪やめてください、はい、続きまして海辺のメタルババアさんからいただきました。そういうこと。23年前です、はい、子供がまだ小学校低学年だった頃に、はい、近所のコンビニに不審者が出ますという噂がね来たんですよ、はあ、で
この不審者なんですけど、うん、何をするわけでもなく、うん、店内をフラフラしているだけの不審者なんですね、うん、ある日私が子供とそのコンビニで買い物をしていると、うん、左右見てもですねちょっとねあの人はいなかったんだけどもなんか視線を感じるんですね、うん、あれと思ってで気にせず目の前の棚に視線を移したところ、うん、その奥向こう側の通路に男がいましてこっちを見てるんですね、うん、いえ反対側の方から見てたんかいって、うん、この棚のね置いてあるものを隙間から見てるんですよ、うん、でうわ怖っつって子供の手を掴んでその前にしゃがみ込んで、うん、下の棚の商品を見るふりをしてまあやり過ごそうかな、うんでもう大丈夫でしょと子供と立ち上がって辺りを見回すと、うん、男がゆっくり店内を徘徊してるんですよね、うん、で怖かったのでその男の様子を伺いながら急いで買い物を済ませて帰宅その男どっかで見たことがあるような顔でしたが思い出せなかったんですよね、うん、で数日後、子供同士がこう同級生の中学の先輩がいるんですけど、うんそのことを話してみると、その先輩から教えてくれたあの不審者いるじゃないですか、うん、自分らが中学校の頃、うん不良だった先輩なんですねで成人して更生もせずに車の盗難とかでこう犯罪を繰り返し挙句の果てに薬物でおかしくなって病院に入退院繰り返してって最終的にもう抜け殻のようになってしまってでコンビニの近くに住んでるけどもフラ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 街中をさまよっとると、うんで、店内をフラフラさまよってるだけなので店主も何も言えなかった、うん、中学の頃はクールなイケメンでですね、うん、すごく人気もあって、うん、不良やのに、学祭とか運動会とか精力的に参加してくるから、めちゃくちゃ人気もやったんですよ、ね、でも今や見る影もなく正気を失った目でちょっと悲しかったですとその後いつしかこの目撃情報も出回らなくなって、うん、もしかしたらなくなっちゃったんじゃないかなと噂になってでその後はこの噂自体も消滅してしまいました以上人間を壊してしまう薬物の恐ろしさ知ったお話ですということなんですけどもいや怖いですね中学の頃、はい、あの一個上の人気の先輩で、はいまあ、その後薬物に手を染めてみたいな人もいましたけど、はい、みんなやっぱりなんかイケメンで人気ありましたねなんか不思議とうちもそうだったなまあ、ちょっと知り合いの話なんですけど、なんかもうまあ惜しくも甲子園はいけなかったけど、はいはいはい、ちょっとプロから声がかかるかかかんないかぐらいの人がいたんですよね、はいはいはい、でその人が結局その指導者と監督とそれが合わなくて辞めちゃったんですよ、はい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 、そしたらなんかやっぱもうそっちの道の方に行っちゃって、うん、変な道の方に行っちゃって薬物に手出して、で薬物を持って逃走してる最中に、うん、高速道路に車止めてそっからダイブして川にダイブして逃げたっていう逃げてまあ捕まったんですけど30-40メートルあるこのカーブのところにこうなんか下海っぽいところなんか高速道路とかあるじゃないですか、はいはいはい、まあはっきり言って東京なんですけど、はいはい、そこ、はい、あそこから飛んですごいねすごい逃走方法多分ねいやもう発想がすごいなりってるからでしょうね、はい、まあでもね、はい、死なずにその後捕まったはい捕まった死なずによかったけど、うん、ですね、怖いですよね薬物は本当に、はい続きましてマシュマロ先生からいただきました、はい、ありがとうございます以前団地の螺旋階段で変質者を追い払った出来事を投稿したんですけど、実はその話に続編がありまして、うん、数日間警察がパトロールしてくれたんですけども、はいその日来背後をかなり気にするような生活になりまして、はい、で、そんな時なんですけど1台の車、うん、私の横を通り過ぎて団地の入り口で止まったことがあって、うん、で特に変な様子もなかったんです、うん、でも警戒心は高まっている私、はい、念のため家に向かわず車の横を通り過ぎました、はい、しばらく歩いているとその車が再び発進して私の横を抜けていったんですね、うん、なんか変だったんです、うん、でも車の姿もう見えなくなっていたのでその日は自宅に帰りました、はい、数日後
また1台の車が私の横を通り過ぎ、団地の入り口付近よりかなり手前で止まりました、はい、周りは畑や民家の塀、嫌だなと思いつつここで引き返すのも変なので、うん、その横を通りました。私の歩みが運転席に差し掛かろうというその時、バン、ドアが開きました。中から男性っぽい腕が出てきます。え、連れ去られると。で、万が一を考えて車とは少し距離を取って歩いていたので、はあ、男の手はスカートをかすめるぐらいで空振って、うん、で身をよじって避けてダッシュで駅まで逃げたんです。で、駅員さんに助けを求めた。その後警察が来て、で親が来てと一大事で、もう恐怖でですね、その後どのようにことが収まったのかあんまり覚えてないんですけども、階段で追い払った人と同一人物か不明確なままなんですけども、とても怖かったですと、うん、今でも路中のこの車の横を通らないといけない時はかなり距離を取って警戒しながらこうね通ってるんですけども、余談となりますが、今考えると制服や部活のジャージって個人情報ダダ漏れですよね、うん、私の学生時代は今ほど個人情報云々言われていない世の中だったんですけども、現代の子は怖い思いをする人も多いんじゃないでしょうかと、うん、勝手に心配になってしまいましたということなんですけども、うん、まあ確かに個人情報ダダ漏れですよね、うん、確かにそうですよ ね、もうだ今は名札もないですけどね。もう、あ、もう名札ってないんですか。ないですね、名札つけてないですね。あ、まあ確かにそうですよ、うん、だって前名札の裏に住所とか電話番号書いてましたもん ね、小学校の時、うん、だからもうランドセルには絶対にあのビーってなるやつつけてますしね、はい、鳴らしたことあります。鳴らされたことあります。鳴らされたことはないですよあれどのくらい音出るんですかね。俺あれは鳴らしたことありますけど、はい、ビーって鳴りますよ、音すげえ音鳴りますよ。いや、マジですか。だからあれだから それぐらいの音ってさ、はい、車とかでもさ操作間違えたらビーって鳴るからね、はいはい、でびっくりするぐらい鳴りますけど。あ、なるほど。あれは絶対持っとかないと、やっぱ子供たちは。いや、怖いですね。完全にさらう気満々だったってことですもんね。いや、ほんま、やばいですよ、これ、うん、続きまして、はい、スヌピッピーズさんからいただきました。ありがとうございます、中2の頃、約20年前なんですけども、はい、緊急で学年集会が開かれてました、うん、とにかく勉強が嫌いだったので、授業が潰れるし、はい、ラッキーかと思ってたんです、はい、で、なんかね、この学年集会開かれた理由がですね、はい、ある教師とある生徒の関係について学年集会が開かれた。王先生、これ男性、はい、そして、はい、T ちゃん、これ女子生徒なんですけども、はい、この2人が放課後教室で抱き合ってるのを見たと、うん、生徒から情報があって、はい、2人に話を聞いた結果を報告しますというようなものだったんですね。でこの王先生、私たちの学年で担任もしてたし、教科の担任もしてて、で T ちゃんにとっては部活の顧問でもあったんですけども、うん、2人はですね、メールアドレス交換してメールをし合うような間柄で、うん、抱き合う姿を目撃されたも1回2回ではなかったんですと、うん、で T ちゃんの方が悩みがあって王先生に相談に乗ってもらっていたと、うん、で中2にもなれば抱き合う雰囲気で2人がどんな関係なのかなんとなく分かると思うのです、うん、そもそも私が中学の頃もセクハラは結構メジャーな言葉ですし、うん、教師による生徒への体罰、不必要な慣れは NG な時代、王先生の言い分としては、励まして慰めるために抱きしめてたんだと、うん、当時の学年主任がとても熱血感の暑苦しい男だったんですけども、うん、時には生徒を励ますために言葉だけは足りないのかもしれない、抱きしめた方がいいのかもしれないと熱弁していました、うん、その集会のちょっと前から T ちゃんは不登校気味だったような気がするんですけども、うん、集会の時、いませんでした、王先生は隅っこにいたような、とりあえずその場にはいましたが、その集会の時、学年主任は先生の名前言っていたような気もしますが、生徒の名前は伏せていました、うん、けれどみんな2人がやたら仲良かったことは認識していて、うん、ああ T ちゃんのことだよねと言っていました、うんうん、その出来事が中2の終わりだったんですけども、 T ちゃん中3になると家は引っ越ししていないんですけども、うん、隣の市の中学に転校することに、うん、私たちの地域だけなのかわからないですけども、通常は中3から転校はあんましない、うん、とは思うのですが、学区が外れたところに引っ越ししても保護者による送迎や公共交通機関を使って通っていました、うん、まあ、理由としては受験のためって言ってたんですけども、うん、で王先生はもちろん異動になるかと思ったのですが、異動にならずに中3も私たちの学年の担任及び教科担任をしていました、うん、中学校の先生の人事がどのように決められているのかわからないですけども、このようなことがあったにもかかわらずこの学校によく入れるようなと思ってしまいました、うん、ということなんですけども、まあ、時代が時代で
いつぐらいですか、20年前、まあ2000年初頭、まあ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 移動してもいいようなもんやけどね。うん、そうですね、うん、確かに。でも最近昔はやっぱなんかその先生とその生徒の、うん、恋物語のドラマみたいなのってなんか高校教師にしたりね、はいはいはい、あったなと思って今ないなと思って、はい、もう完全アウトじゃないですか。ああなるほど、アウトだもん、はい、いやもうアウトですからね、うん、だから高校教師も再放送されないもんね。あなるほど、うん、時代だな。あまあまあまあ時代ですね。そうですね、そう考えると、うん、いやでも中2はダメでしょ。ダメですよ、うん、だからもうやっぱりその年上の人に憧れるみたいなのは多分あるんでしょう、はい、でもねそこはもうねあの節度を持って、はい、先生側もね、はい、仕事、していただいてると思うのですが、うん、時にね、うん、そういうのを飛び越えてくる生徒もいるんでしょう、うんうん、確かに、うん、いや怖いですね。ねえ続きまして、はい、ジスさんからいただきました。はい、ありがとうございます。一昨年の夏なんですけども、はい、交番の近くに住んでるんですけども、はい、最寄りの市電のまあ、泊まるところは、うん、交番のほぼ目の前なんですと、はい、暗くなってはいたんですが18時過ぎ、横断歩道の渡りたい側にも何名か信号待ちしていました。はい、青になって車が来てないことを確認、一歩踏み出そうとしたその時なんですけども、はい、猛スピードで目の前を横切っていく車、周りからですねギャーって悲鳴が上がるぐらいブーってもうそばをねこう、うん、抜けていったんですけども、うん、きっとタイミングが悪かったら今このようにいなかっただろうなと思うとゾッとしますと、うん、交番の目の前で無茶するのは変態だけではないですね、ドライバーもやるんですねみたいなお話なんですけども、まあ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 急にねそのもう気にせずにスピード出せたら出しますんでね、うん、もう気をつけてほしいですけども、僕も前朝その月に行く時、はい、あのまあ4時、まあ、朝4時ぐらいに、はい、まあ、もう家から出ても横断歩道一つ渡ってもすぐお店なんですけど、うん、そこを渡ってると完全に 青信号ですよ、うん、バーンってあの鼻先かすめてトラック大型トラックが行ったことがあって、うん、まあまあ、もう俺も朝だったからもう そんなあっちが止まる確認とかもしなかったの悪かったのかもしれないんですけど、まあもうまあそういう、いやだから結局ね、もうそのドライバーにしろ、はい、まあその歩行者にしろなんですけども、はい、ちょっと注意が散漫になる時間っていうのは絶対あってですよ、はい、もうだからよくねお子さん連れた方がもうこの横断歩道のギリギリに立ってる時とかあって、なんかすごいもうなんか気をつけてって思う時もあるんですよ。でね、ドライバー側の気持ちとしてはもう朝方とかその高速乗ってる時とかにやっぱドライバーの方がすごくちょっと眠そうな感じでね、一生懸命こう運転されてる方とかもいるんで、だから本当にそのみんなが注意散漫になる時間っていうのは絶対あって、もう本当にねみんなにちょっとね気をつけてもらいたいなと思いますけど、うん、いや本当そうですね、うーん、というような感じですかね、はい、はい、ということでみんなの街の投稿事件簿以上でございます。どうもありがとうございました。ありがとうございました。動画をご覧の皆さんに12月に行われる展示会のお知らせをさせてください。はい、12月28日から30日になんですけども、表参道で、とある展示会を行わせていただきます。はい、こちらただの展示会ではございません。あれただの展示会、展示会じゃないの？何して？ただの展示会じゃないの？違うんです。どんな展示会なのそれは？お化け屋敷プラス展示会みたいな。そんなこと可能なの？今回の展示会のテーマがですね、はい、誤解なんですね。はい、はい、こちらなんですけども謝るという字あるじゃないですか、はい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 、誤解の誤ですよ ね、はいはいはい、で、会の会合わせて誤解でございますね。造語みたいなわけですね。これはね、これはですね、誤認や心理的恐怖から、うん、本当は全く怖くないものなのにもかかわらず、はい、見方によっては怖えんじゃねえみたいな。あーなるほど、はい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 、そういった意味の誤解みたいなことなんだ、はい、そんな誤解がテーマと
なったこの展示会なんですけども、はい、まず最初にお化け屋敷を体験していただきます、うん、そこでまずは恐怖を味わい、なるよねこれはね、はい、でお化け屋敷を抜けた先にある展示物をじっくり見てもらうことにより、はい、さっきのお化け屋敷で得た恐怖感は実は違うんだよっていう、なるほど、はい、でただの怖いものではなく、うん、その裏に隠された真実を知るというですね、すごく斬新な企画じゃないですか、これ誤解を体感できる、なるほど、体験型の展示会でございまして、うん、で、このお化け屋敷なんですけども、はい、あの普通にねわーじゃないんですよ、脅かしてくる感じのイメージがあるけど、ストーリーがあります、私が担当されていこうと思ってますので、そうなんですか、はい注目だね、はい、ね、こちらですね、都内の、うん、巨大複合施設の基礎工事中にですね、はい、地中深くからですよ、うん、発見された大きな立方体があって、うん、でその立方体が巻き起こす神隠しのお話なんですね、うん、はい、もちろん消えていただきます、俺が消える一番最初に消えていただきます、一番最初のもう消し去ろうと、いさせてくれよこれ携わらせてくれよ、はい、でこちら結構複雑な難解なストーリーでございまして、なるほど、ぜひですねストーリーの詳細を公式サイトからご覧いただければと思っております、うん、で公式サイトではですねストーリーの他にもですね、はい、参加いただくクリエイターさんですとか、はいはいはい、グッズの情報もですね順次アップさせていただきますので、皆さん楽しみにください、ということでこちら絶賛チケット発売中でございますので、はい、人数制限もございます、お早めにチケットお買い求めいただければと思っております、お願いします、お願いします。